はい、いい天気ですね。ここからバラが見えますね。屋根越しにバラ。あっちはものすごいね、葉っぱが。去年すごく枝を落としたんで、葉がね、茂るんだね。実があんまりなってないですね、今年はね。さあさあ、これはすごいね。後片付けが。やっぱ、すごい散らかってますが、そりゃそうだ。そりゃそうだ。ね。後片付けはまずは、まだ残ってる食べれるものからね。まずは片付けてみましょう。これだけね、一つだけ、昨日作ったナスとトロトロが残ってるんで、これは後で食べちゃいましょう。それで今日何食べるかという計画を立てて朝ですからね。それでそれを従ってやっていくんですけどね。こちらは拭ってあるんで、一回こう拭ってやつなんで、これ簡単ですね。もう入れちゃおうか。それも早いかな。ね、昨日奥さんがこれ、片しててくれたんで、ここにあるものをね、入れちゃって、それから、やってやっちゃいましょうかね。ここが一個ね、綺麗になっちゃうと楽ですから。まあまあ、なんでも後片付けってのはもう大変だよ。恋も人生も後片付けは大変だよ。まあ結局は、そういうことだよね。これは、珍しいな。これはもうね、みんな皿を片付けた方が洗うっていう原則なんですよね。原則は何もあったよな。世の中はいつもこんなもんだから想像したようにいかないもんね。昨日はあれだよね、土曜日でしたからね。今日はゆっくりですね、日曜日なんで。こういうのこうやって入れるとあれだよね、やられにくいよね。やられにくい。ちょっと直径のある皿ここ入りますね。箸もね、ここで上下をみんな揃えておいた方が楽ですよね。ちょっと後で乾かすときも楽。みんな楽。上流できれいにしとくと下流が楽だよね。なんか落ちた。でかいやつが入った方がいいですね。小さいやつはこっちだね。これ食洗機っていうよりも、この間ちょっと思いつきましたけれども、食器食器に乾燥を切って考えればいいんですけど、これ洗ってないんですよ。洗ってるっていうのを思ってるかもしれないけれども、水溜めてぐるぐる回してるだけだから、なおかついろいろななんていうの、洗濯機みたいにきれいに水捨ててないってさ、ちゃんと捨てられないから少しずつ残るんですよね。この油がこう外側にね。そうするともうアウトですね。アウトね、アウト。だからこうやってこれはダメね。最悪。しかしあれだよね、金もコネもないっていうのはほんとその通りだよね。これってのは結局はそのなんていうんだろう、人間を雇用するときにその人間が信頼できるかどうかっていうことのバロメーターになるんだよね、この人がね。ちょっとこの誰かの紹介ですからとかってことになると、もうそれだけでいいわけですよね。それとあとはいろんなメリットがあるわけだよね。僕がなんかどっかの会社の社長だってすると、その会社の社長の息子を社員にすれば、まあ早いし政策結婚みたいなもんでね、戦略結婚となんて言うんだっけ、結婚した相手とこう仲良くなっちゃうつってなるんだけど、子供結婚として相手の会社とのその関係性を強めるっていうのはね、これまたすごい話だよね。子供はもう離婚とか結婚をやめることできないよね、もうね。自分の親の会社の命運がかかってるわけだからね、どんな嫌でもずっと結婚しなきゃダメだよね。離婚したら会社倒産だからねやっぱそれは大変だよな、確かにな。金とかコネってのは早い話が、金のなる木ってのは結局は何ていうの、資産を持ってるってことだよね。その資産もただの貯金じゃダメで、貯金なんか使っちゃえばなくなるから、どん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 増えていく必要があるわけですよね。株主であったり何であったり、株主であったり地主であったりだよね。人種だったらね、そのアパートとかマンションとかに住んでる人間金払うから早い話成り立ってるわけだね。でもよく考えてみると分かるんだけど、地主っていうのは結局はそのアパートとかマンションとか建てた中に人が住んでなきゃ意味がないですね。だから結局はそういう一生懸命消費する奴隷が必要なんだよね。消費する奴隷。僕もこの間気がついたんだけど、消費する奴隷っていう概念があるはずなんだよね。それがないと経済っていうのは成立しないの、当たり前だけど。そのこと経済学者ってほぼ取り扱ってないですよね。消費する奴隷の存在っていうのが経済の成立要素なんだっていうね。市場が成立するためには消費する奴隷が必要だっていう。ああ、なんかいいこと考えていくよね。だからベーシックインカムだとか生活賃金だとかそういうふうな形になってるけど、ベーシックインカムとか生活賃金って結局どこ行くかっていうと、役人のまずは自動車とか買ってたら自動車を売ってる会社の売り上げになるんだけど、パチンコ機はパチンコ屋さんの売り上げになって、それから税金になっていくしね。糖尿病で治療していれば医者の給料になってくるでしょ。結局は賃金労働者っていうのが金っていうのは全部、社会の中の循環資金になってるわけでね。循環資金っていうのかな、なんていうんだろうね、これね、よくわかんないけど、そう考えると大変いろんなことが見えてきますよね。でクレイジーリッチとか言ってものすごい中国のお金持ちを話してる映画があるけど、あれ不動産王ですよね、はい、中国のね。中国の不動産王、気が狂うほど金持ちだよっていうね。でそれにムラがある人間の姿を描いてる。あの金ってどこから来るのっつったら、結局は竹がな、だって住んでる、その高層マンションに住んでる人たちでしょ、もしくはその高層マンションを建てたけど誰も入らないようなマンションがいっぱいあるわけでしょ。そこの土地代を払ってる人たちだよね。そこに誰も住まないんだったらもう終わりなわけだよね。終わらないから不思議だよね。まだね、まだ払う人多いでしょ。金持ちは絶対損しないようにできてるのが世の中ですよね。はい、金持ちが損しない世の中で、まあ得する必要はねえけどさ、元気に生きていきたいね。キャベツがちょっと残ってるね。キャベツ残ってるから、キャベツの味噌汁にしようか。俺なんかあれあんね、ちょりちょりがあるね。キャベツね。お、これうまそうにできてるじゃん。で、魚ね、これホッケの、ホッケがありますね。ホッケのこれ干したやつですね。干しホッケ。紐乗ってんだよな。干しホッケなんて言わないよね。今日はなんかあれだね、これ2つあるね。これとこれね、エビとホタテがあるから、これなんか使えそうだね。一日のまあ計画を立てるのがね、この時間ですのでね。豚バラとひき肉があるね。ひき肉、あ、ひき肉あるからハンバーグでもしようか。朝からこれ使わないとダメだね。これ煮しめにしよう。煮しめっていうか、鶏を1面にすると、ああ、インゲンあるね。インゲンはこれ、ほら、安かったよ。110、200、250円ですからね、これね。これで250円だよ。ちょっと、おい、とか言いたくなるね。三角揚げと大根と、人参だな。ナスは後で使うでしょ。あ、大根ないんだわ。みんな使っちゃったんだよね、大根ね。大根はないです。これやっぱ。じゃあどうしたらいいね。三角揚げ気になるかな。三角揚げじゃあ煮つけようか。三角揚げを煮つけましょう。これ美味しいんです、三角揚げ。薄揚げと厚揚げのあいの子ぐらいですね。あいの子。アイノコですからね。こうやってね、これとこれでいっちゃいましょうかね。煮てあげよう。ごぼうがあるからね。洗いごぼうがある。あ、じゃあ泥ごぼう、土ごぼうが泥ごぼうっていうことなんですね。はい。味噌汁はキャベツだね。キャベツにえのきで味噌汁にしようか。キャベツえのき味噌汁。これやっぱそれでここは今きれいかな。お、比較的きれい。洗わないとダメだね。今日は洗いましょまあそういうやつらも死にやさ、マイクロバイオームが体を去っていく。若い頃は貧乏で苦労しましたなんて言ってさ、若い頃貧乏で苦労して金持ちになれるっていう時代じゃないんだよね、今もうね。若い頃貧乏な人間はずっと貧乏、苦労しっぱなし金持ちにならない。これが新しい格差社会の話だよね。つまり資本家っていうのは、ずーっと土地がある人間っていうのはずーっと土地から金が入ってくるから、何にも働かなくてもね、ところがそういう土地がないと永遠に働き続けたところで金は返さないといけない。その時間給労働っていうやつだったらね。時給労働っていうのがあるんだってことが分かんないとうまくこの謎が解けないんだよね。で一旦それで土地を持っちゃってそれお金ずっと入ってくるねっていう風になっちゃうともうその人は永遠にそのまんまでしょ。つまり生産手段とかで工場とかなんか資本を持ってる人だよね。そういう人間たちの働かなくてもずっと金が入ってくるわけでしょ。資本と経営が分離した時代にそれで生まれてるはずだよね。それに気が付いたのはほんのこの間。おう、ピピピピ言いました。なんでそういうことを経済学者ってのははっきり言わないんだとか分かんねえのかな。やっぱ頭悪いんかねそれともなんか金もらってるからだよね。経済学者ってのは大学から金もらってるわけだから大学っていうのは補助金なんて成り立たないから、つまり国の金で成り立ってるから公務員なんだよな、経済学者って学者って大学の教授ってな。だから、世の中のことを革命的な思想は絶対に生まれないよね。はい、回し出しましたね。面白いね。俺それに気がついたんだもん。もしかしたらあれかもね。はい、ドロゴボウってこれやっぱりなんか違うのかね、ドロゴボウって普通のゴボウと。ただ洗ってないだけか。ドロゴボウじゃない、土ゴボウだよ。キンキラにしますね。キンキラ。キンキラ。そんなことだったっけね。キンキラじゃなかったっけ、あれ。キンキラって。なんだかでかんだかで、シュラシュシュシュ。だから永遠に、その、なんていうのそれで金持ちっていう、そういう資産っていうのは、技術が必要ないから、まあもちろん、維持したり、汚いまねしたり、人を嫌な思いさせたりするっていう大事な技術がいるんだろうけどさ、子供に引き継げるでしょ。小さい頃に子供も金があるからどうなるかって言うと、2代目っていうのは大体からして6でもないね、ポンって言うだよね。一回貧乏人になってみればいいんですか。本当そうだよ。金の価値の分かんないバカはもう本当に死んでもいいんだよ。それは貴族とかなんかも一緒だよね。生まれてからずっと金持ちだあり続けて死ぬまで金持ちで子供にそれを受け継ぐっていうのは、そういう豪族とか貴族っていうのはそういうことだよね。天皇制の問題なんかも出てくるんで、ちょっとやばいからもうやめてきます。やっぱ、武力が来たら嫌だもん。まあ嫌じゃねえけどね。来てもどうってことねえよ。俺んちどうせ何もねえぞ。はい、ここに味噌入れて味噌汁だね。もうそこになし入れても遅いかな。こういうのって遅いと早いがあるからね。ナスもねもう5分経ちましたね。本当に美味しく切ることね、こういう時はこのナスが味吸ってくれるから、味吸ってくれるアベマエチオピアの首都ですね、アジスアベバ。なんでだっけ、マラソンで有名な人いたよね。あの人思い出しますね。ちょっとタラタラになるまで煮てあげましょうか。よいしょ。ホッケはね、どのぐらい焼けてるか、大体必ず焼いた焼き物とね、お魚焼けとるかな。あ、こここう切らなきゃいけないんやった、忘れてた。今から間に合うかな。こうね、側線に沿っていや割ってやると焼けるんですけど、これやらないとダメなんだよ。真ん中が生になるからね、こう魚があるときこう切るよりこう切った方がいいですよ。きれいに切れる。でこっち側に味噌入れて終わりですね。だからもう本当によく死の交渉が身分制度だっていうふうに言うけど、あれ職業選択の自由だからね。問題は身分制度は死の交渉の上にあるわけでさ、死の交渉っていうのは全員が時間給で生きてるんですよ。それに比べて、将軍様だとか、天皇さんだとかそういった連中ってのは何かっていうと、地主もそうだよね。死の交渉の一番上、もっと上に地主がいるわけだけど、そういう人たちっていうのは何にもしなくてもどんなバカでもずっと金が入ってくるね。その代わりその連中だけ同士は仲良くするわけですよね。だから要するに大政奉還だとかなんか大騒ぎってあったけども、結局天皇さんは見殺しになってないわけだよね。あれで幕末とかなんかで死んだ人たちってのは何かっていうと、死の交渉がいっぱい死んだわけだよね。それだけの話だよね。だから僕はなんか歴史っていうのは不愉快でしょうがない。なんであそこにその皇族だとか幕府の人たちだとかそういう人たちっていうのは死ななかったの？なんで皆殺しにならなかったのっていうね。フランス革命とかなんか考えるとまた面白いですよね。これを鶏肉と一緒にチリチリってしてやりましょう。それにこんにゃくにね、みんな入れちゃうからね、ごぼう。なんかごぼう祭りだね。まあごぼうね、余ってもしょうがないからみんなやっちゃうか。ごぼうのこれきんぴらにしても美味しいよね。じゃあみんな切って昼間天ぷらしますからね。それでも使うことにしましょう。坊主とかなんかね、あれ昔はお寺が非常に強い権力を持ってたわけでしょ。警察権力を持ってたところが、まあ話が税金を取る根拠になるわけでね。税金っていうのは早い話が暴力団のみかじめ料みたいなもんだから、みかじめ料自身もうそうですからね。警察がうまくサポートできない部分をね、暴力団の人たちサポートするわけで、だから暴力団ってすごいブラック企業だからさ、もうとにかく大変なわけだよね。そう考えればよくわかる。厚揚げくんは1個でいいかな。これあんま多いとうまくないんでね。何でしょうか。今日は糸こんの方入れちゃおうかな。糸こん入れちゃいましょう。糸こん入れて、チリ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 ってやって、美味しく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 。はい、じゃあ始めますか。パラパパパパパラパパパ。鶏肉もね、てりてり鶏肉ね。まずはこれ、ごま油でちょいちょいいくか。ごま油もうないね。在庫がないんだよね。在庫がない。どうしたらいいの？ほらね、こう割れてるといいでしょ。これ焼く前にやった方がいいです。割れてると中まで火通りますからね。干物はね、こうやって焼けば大丈夫。丸干しの時もね。5分中火、弱火でいこうか。5分ね。まだちょっと中の方に火が通ってないんで、かといって強火にするとね、外側がずいぶん丸くなるから。はい、面倒くさく煮ないちゃう。あんま後でかき揚げするんですよね。俺は嘘好きなんで。まあ料理にね、破れないお店はない。それいいね。恋とも同じだ。池の子いいかいおい。まずよくこうね、油を絡めてあげて、ちょっとここでこうね、ゆっくりと、うまみが入っていきますからね。それと同時にこのごぼうの出汁が出ますね。人参は臭み消すし、ごぼうは出汁出しますからね。こっちはもうすぐ終わるしね。ナイフはね、糸こんにゃくにね、ちょっと手入れてあげながら、これ入っていきますね。なかなかうまそうだね。こういう根菜炒めっていうのはなかなか美味しいもんですよ。で、この後で煮込んでいくわけですけれどもね。まだですね、もうちょっと水分飛ばして、味が一つになりだしてからですね。それで、その時にいるのが鶏肉でしょ。鶏肉。うん、まだ大丈夫ですね。あとで天ぷらするから、その時にフライにしてもいいんで、そんなに一生懸命入れないですね。ただ出汁が出ますからね、それがね。それが美味しいところですよね。油がね、よく出るようにちょっとかもしれないけど、とにかくフライパンはね、弱火にしとけば間違いないです。ね。もうちょっとこれ、油が入らないとダメですね。もうそろそろ、ごま油がないとね。ごま油は在庫あったから一応買ってこなきゃだね。テフロンとかなんか面白くないところは油を使わないから、その味全体がこう素材と交わってくれないところですよね。それは実に気に入らない。ちょっと強火にしてやるとこうやって素材に味が入ってくるでしょ。それ鶏がこういうふうにうまみが出てくるね。上の方は上の方でいい感じでしょ。ちょっともう大体全部外側がピンクじゃなくなるねっていうところまでやってきちゃうと、もうこれで入るものないですから、ここで、味付けに入りましょう。まずはちょっと弱火に戻してやってね、それから砂糖を入れましょう。砂糖はね、本当に味を強く出せますから、砂糖が入ってるとね。それで醤油と一緒に焦げていくとき美味しさが出ますね。これすき焼きもこうやって味付けますよね。でまずこのついた味の方でちょっと鶏肉をちょっとねペリッてしましょう。まだピンクのパーツかな。強火でね鶏肉テリッとしましょうね。これ大事。鶏肉がテリッとなりましたね。お、なんか斜めになってる。鍋のおかげで。鶏肉がテリッとなったところで今度は全体に味をね。うまそうじゃろ。まだ見てわかるとおり、鶏の味がまだよく出てないからね。で、日本酒で浮かび上がらせます。まあ、こっち側、強火でね、こっち側の鍋の底から浮かび上がるようにして、こっちからも浮かび上がるようにしてやりましょう。アルコールは加熱されながら旨味をね、上におびき出してくれるから、そうするとこうおびき出すようにね、こすったりね、こうやってね、そうするとちょっと焦げついてたのとかが出てくるからね、上に。んでこうもうそろそろ味が全部一つにまとまりだしてますよね。鶏からも味が出たし、大根はないけどね、ごぼうと、変わりきんぴらだね、これ今日はね。やっぱ、変わりきんぴらか、やっぱ。もういい感じですな。ここに水です。水はこれがひたひたになってるところから、入れる前ぐらいまで見えるとこまでやりましょう。ね。ここでちょっと味が濃いめです。濃いめだとちょっとね、辛いんで。ここはちょっと薄めでいいですよね、味はね、当然。もうちょっとしょっぱくていいね。うん、甘い感じが出てる間はダメね。甘い感じが出ないようにしましょう。甘くない感じしてあげましょう。あ、それでちょっとだしも入れておきましょうかね。だしは味を複雑にするんでね、顆粒だしってなんかよくねえって思う人も多いみたいなね。自然じゃないからダメだって言うけど、世界中の人間は自然のだしなんか使えねえだろうが、本当に。人工費生産量を考えてみないんですよね。つまり、だしっていうのが、すごい美味しいねっていう文化が花咲いた時代があるけど、その時代ってのはもう、大金持ちの食い物だったわけでしょ。それでまあ、他の人はもうこんないいだしなんか使ってないからさ、煮干しとか、そんなの。煮干しって大変だよ、あれ。うわちょっとしょっぱかったな。しょっぱめに出たね。これな、みんな煮切っちゃうとしょっぱかもしんねえな。いや、ちょうどいいぐらいの味なんですけどね。ちょっとしょっぱみの感じが強いんで、もうちょっと砂糖入れましょう。だしがちょっとな、多かったかな、入れなきゃよかったかなと思いながら、いつもこうやって失敗に成功、失敗に成功、それでだんだん自分の味を見つけていくわけだよね。あれ、クレイジーキッチンの話どこ行ったっけ？だから財閥解体だとか地主解放とか農地解放とかって行われてるけど、あれ結局はまた一周しちゃったわけだよね。解放されました、財閥解体されました。ではまた再編されました。それがまた全く新しい形での再編が行われました。銀行だとかさ、こういう資本主義っていうのは基本的に経営と生産手段の所有っていうのは別になるわけだから、それによってね、ずっと金を持ってられる方々ね、働かないでも手に入る人たちっているわけでね。でも問題は、年金って何なのって話になってくるんだよね。年金って何なのっていう話なんだよね。ここが一番の問題なところで、僕が今一番考えてるとこはそこで、年金ってさ、なんかあたかも貧乏人に金をやるみたいな感じのことがあるから、自分でかけたものしか返ってこないっていうような感じがするでしょ。ところが年金って何かっていうと、昔個人事業ばっかりだった時代には家族を見捨てることはなかったんだよね。年取ってもずっと世話を続けてたわけだよね。それで個人事業ですから、家族が経営の核だったんです。経営の場所にしか余裕っていうのは出てこないんだよね。なかなかうまいけど、ちょっと塩足りねえ。経営の場所っていうのに利益が発生するでしょ。時間労働者っていうのは時間労働をやめた瞬間にもうお金もらうの0円になるから、そうすると働けなくなったら死ぬことないんだよね。このぐらいだけやろうか。これなんか面白いでしょ。漬物塩ってのがあるんだ。この会社ね、大変ですよね。この塩分の濃度の強い、この塩分濃度の強さがね、微妙なんですよね。きゅうりにもよるし、つけられてる時間にもよるし。だから年金っていうのは、私たちが家族を見捨てませんよっていうことの証明のはずなんですよ。それが何者でもないんだ。それでそれを家族レベルでやってた、つまり企業経営っていうのがそれぞれ小さいレベルでやってたから、年金っていうのはそういうのは存在したんだけど、ところがその経営と所有が分離してしまって、そうするともう経営者って所有者にとってみたら働かなくなった人間なんて必要ないわけだから、資本家にとったらね。なんで年金がそんなもう今あんな問題になってるかっていうと、見捨てりゃいいんだよこんなやつらっていうふうに考えてるわけだよね、経営者がね。労働力の資本家がね、そういうふうに考えてるから、そんなふうなことになるわけでしょ。でもよく考えてもらいたいんだけど、最初に言ったように、まあそうじゃろ、言ったように、人が物を買ってくれて初めて成り立ってる経済なんだから、それを物買う人たちをもう傷つけていいんだよそんなやつらってね、能力ないから金がないだけだよっていうふうに考えるようだったら、もうそんな社会は成立しないからね。テロが起こる。テロテロが起こるし、ストライキが起こるんだけど、ストライキってのはもう構造的に、社会変革を促すストライキじゃなくて、破壊するストライキになるよね。ヒーロージェストだとかね、IS のテロだとか、そういうのってのは、あれ、異常な人間がやってるわけじゃないんですよ。あまりに不公平なことがもう変えようがないってことは、変わりようがないねっていうことに気がついた人たちが絶望を表現してるんだよね。うん、恐ろしい話だよね。で、これは下からは変わらないのね。つまり軍隊っていうね、死の放射の地っていう電池がものすごい今力があって、一人の女の人が機関銃持ってりゃ1000人の人間は動かないようにできるわけでしょ。そんな時代もう神様の力があるわけだよね、その兵士にはね。だからよくあれだもんね、昔のジンギスカンとかわーとか来た時にもさ、なんかちょっとドンドンってなるともうあっという間にみんな殺せるわけだから大変ですよ、それは。ということで、今私たちの社会で何が起こりつつあるのかってことをよく覚えていきましょうよ。金持ちが自分で社会の歪みってのを直せなかったら、多くの文明がそうだったようにこの文明も滅びるね。スクラップ&ビルドになればいいんだけど、私たちの社会のスクラップ&ビルドってのはあまりに多く血が流れすぎるよね。ちょっとそれ問題よね。やっぱり時代はあれだね、どうやって血を流さないで社会が変わるべきなのか、それが可能かどうかっていうお話になりますね。無理だよ。今起こってるテロだとかね、テロっていうとさ、変な話だけど国民性があるからね。日本のテロの場合はどうなるかっていうと、何でもなく小学生を殺したりなんかするような形だしさ、アメリカだともう機関銃で全く知らない人とバンバン撃ち殺したりするしさ、イスラム圏とかなんかでもうそこで殺してもしょうがない人たちはどっかの国に行って殺しちゃうしさ、さまざまな意味のその本来起こってはおかしいと思われてるような事件ってのは全てそうだと思うんだよね。日本なんかだとね、介護施設でどっかのおじいちゃんを殺したりする人もいたでしょ。あれもテロですよね。起こることが想定されないような、なんていうの、問題だね。ということで、こんなもんか。朝はトマトでも切って食うかな。なんか腹減ってるね。ちょっとトマト切って食おう。そっからにしよう。ほら、昨日のサンドイッチがまだ1個あるね。トマトがだんだんなくなってきたぞ。トマトにキュウリも食えるかな。トマト後にしようかな。でももう今腹減っちゃったよね。大体食事するときっていうのは、この季節っていうのはね、ほんとトマトが美味しいからね。トマトバンバン食ってくってますよね。トマトはね、やっぱりなんていうの、鋼包丁がすごくよく切りますね。こうやってね。鋼包丁こうやって切ってやるとヘタがまっすぐ取れるから、その後でこっち側から切らないとダメね。こっち側から切ろうとすると大体失敗しますよね。美味しくないですね。これは後で食べましょう。で、北けをこうやって食うのもうまそうだね。割っとけいいんだな。皮が硬いよね、ホッケってね。身はすっごく柔らかい、ジューシーです。これはうまそうじゃの。内と外に分かれるんだね。うん、これうまそうだよ。はい、ということで、今朝の朝ごはんですね。こうやってきんぴらのね、煮しめはちょっとしょっぱめですから。これでお味噌汁を、今日家族はみんな起きるのが遅いと思うんで、僕だけ先に朝ごはんということにしましょう。じゃあ皆さんも美味しい朝ごはんを食べてね。まあ嫌なこといっぱいだよ。じゃあな。